ですかこれ。だいぶ頑張ってるよね。19回目なの。イエイ、ありがとうございます。皆様のおかげでここまで来れました、ほんまに。はい、ありがとうございます。いつも通り野崎ホーマーサスタジオからはい、かけるバズヤで、はいね、お送りしてるんですけど、どうですか。もうあったかいですよね今日ね素晴らしいぐらい抜くかってびっくりしました。もうね、俺半袖やったもんねバラバラこれはほんまの話ね、半袖やったんです。びっくりしましたよ。短歌だね。うん、何を隠そう、今日はそうなんですよ、ストリートライブにね、梅田行きました。イエイ、どうでした。はい、はいはいはい、どうでしたね。はい、初め着いた時には、うん、やっぱりいつものその地元でやってるのと、うん、人の数が違うのと、確かにと、その初めて行くから、うん、もう何て言うかな、設置するのもちょっとビクビクしながらやってたんですよ。もうドアウェイですよね。そうなんですよね。で、梅田にはこう、まあ、梅田に限らずその京橋やったり大阪駅やったりっていうとこはストリートを割とこうしてはるじゃないですか、栄えてるというかね。だからもういい緊張感でしたね。ですね、ほんまに。あの耳の超えたお客さんがやっぱいてはるから、そうそうじゃ止まらんぞと、やれるというかね、そうそうじゃ止まらんぞと。もう最初はほんまスルーなんですよ、年齢30分ぐらい、ね、もうチラシもそう、もう配るまでもないというか、もう止まってもくれへんねえ、タンタンと歌うんで、すごかったですよ。ところがですよ、ところがどっこい、もう俺のね、フレンドが、マイフレンドたちが、そうなんですよね、どんどんこう集まりだして、はい、で、あの床に引く、こうピクニックとかで引くシートを、はい、もう貸して持ってきたんですね。そう、持ってきたんですよ。それでね、で、開けてどうも、開けて、広げてここに座ると、はい、座ってくれと、もう目の前でこう見てもらってたら、そうだもんね。ほんなら、一人集まったら、そうです、もうこちらもんですよ。だんだんこうね、ちょいちょい集まりだして、そうなんですよね。その力はすごいなって思う。一人集まればまた一人、また一人、二人去るみたいな。そしてまた三人来てる。また三人来てるみたいなね。その中でも、なんか印象に残ったお客さんが、そうなんですよ。おるんですよね。すごかったです。びっくりしましたよ。もうね、何歳ぐらいですか。あれはもう、80オーバーじゃないですか。いや、そんないかんか。70オーバーぐらい、70ぐらいの ねオーバーぐらいの若いおじいちゃんがね、ファンキーなおじいちゃんが来て、そうなんです、まずはまあ写真を撮り出したんですね。そうなんです、パシャパシャ俺らのことツーショットでね、もうこんなんしながら初めはちょっと そうそれを撮って、うん、あ、こういうのあったんやなっていうのに変えると思ったら、もう座り込み出して、そう、そのかける君の友達の横に座る、そう、もう友達みたいな年齢差60ぐらい、ねびっくりしましたよ。で、その写真をそのお友達に、うん、よう撮れてるやろみたいな見てましたね、言ったりね、めっちゃ仲いいやみたいな、そう、僕のパートで歌ってる時にすげえやろみたいな言ってきたり歌ってますよみたいな歌ってるやろに喋りかけてくるっていう、そうですよね、ファンキーなおじいちゃんおったんですよ、うん、踊ったりね、そう、いきなり俺らのこの歌っすよ、ちょうど、そうです、そうです、夏美の恋模様の歌をはいはいって言ってたもんね、歌い出したらもう踊り出してもうあれですよ、何回目けどこれストリートですよストリートで踊り出してね、そう、ライブじゃなくね、もうついていくのね、大変でしたね、はい、僕らが負けてたんじゃないかっていうぐらいそう、ここはストリートだぞと、そんなの関係ねえんだぞと、そうですよね、もうあるんで次カセットテープないかみたいなの言われて、はい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 、はい、カセットテープにこう曲を入れてくれと、あーなるほど、買うから次のストリートの時にみたいな、また来てくれるそうなんですよ。すごいな、おじいちゃんっすよ、若い若い、まあ、30歳ちゃうかな、30代ぐらい、勢いはね、俺らでも変わらんぐらいのノリですよね、ノリで言えばすごかった、すごいな、リズムが好きなのやめてましたね、いやいやリズム、何どんな歌ったらいいですかみたいな聞いたら、リズムがいい歌を歌ってる、リズムがいい歌リズムがいい歌ってないんですよでね、これは歌ったわけなんですけど、そうです
また次週も来てくれたら嬉しいなと思ってるわけなんですけど、まあ、うん、最近こうストリート先週できなかったんで雨でね、雨で、はい、こんな感じです。どうですかこれ。俺ですよ。これは誰にとるの。これはね、今日来てくれたともちゃんって子がね、ラピスナウみたいなので Facebook にアップしてくれたの。なるほど。それをね、ちょっとこっそり撮ってきて、あ、ありがとうございます。はい、そう、ほんでちょうどそのともちゃんも、ともちゃんなんか言ってへんけどねちょうど就活中で、そうです、そう、通りかかって、で、みんな結構僕の友達とかもね、仕事帰り、仕事行きとかに通って、ね、やってるやんみたいな、そう、懐かしいっすこんな遊び。いいでしょ、ストリート。ですよね、うん、すごかった、楽しかったんですよ。結構このショット好きやな。結構ね、僕がね、こう機材をこうかける君とこうやってる、調整してる時に、うん、その合間に僕がこう撮るじゃないですか、やっぱり2人やから、うん、2人やからどっちから撮らなあかんってなった時に絶対この格好確実にね、ほんで結構な確率でお尻見えそうなんですね、そう、お尻は見えリアルタイムではお尻見えてますよ完全に、ね、で梅田駅、大阪、東京のね、ここで、そうで、うん、晴れ、もう晴れが続く限り俺らはちょっとそうです、どんどん歌おうと、ここでもう、その今日来てくれたお客さんにも毎週金曜日、うん、いてるんで来てくださいって約束もしてたんで、そうなんですよ、はい、もう毎週やってるかのような大口されてきたんですよ。そうです、初めてなんですよね、初1回目のくせに初めてです。もうこれいいでしょ、これね、大体4時から7時ぐらいまでやったんですよ。3時間ですよね。ね、3時間ちょっとやれたわけなんですけど、機材の心配もあったんですよ。そう、結構音量でかくしたら、うん、その馬力がよく使うから、いつもでやるとこやったら3時間持つところ2時間で限界ちゃったっていう話もしつつね、まあ3時間持ちましたね。持ちましたね。で、結構外国人の観光客とか、はい、みんな見てくれる。もうなんや、ようわからんビデオフィルムに俺ら映ってるんですよ観光 その写真撮ってる合間に僕らを、そう、で、結構ね、チラシ渡したら、あー、Thank you, thank you みたいな、撮ってくれへんねやみたいなそこは撮ってくれへんねん。そうなんですよ、ちょっと多分日本語がわかんないので、いいです的な、そうな感じなのかな。頑張れ言ってましたけど、頑張れ言ってました、片言で、ね、まあ、でもアドレスぐらいは読めるんちゃうかと、そうですよ、思ったんですけど、まあ、うん、これからね、どんどん続けていこうかなとですね思ってるんで、ぜひ遊びに来てもらえたらね、うん、今日はやりやすかったですね。やりやすかった、友達が結構知り合うの、その30分つらかったですけど、最初のね、最初の30分はちょっとつらかった、不安がシーンみたいなたくさんありましたけども、そう、人がね、集まりだしたらね、そうです、調子に乗るもんですよ、人は、はい、ほんまにね、いつも俺喋ってましたもんね、一人で。この後ラジオありますって何回も言うてんのに、喋る喋る休憩してない、どんだけ喋んねんみたいなね、ワンマンライブみたいなそう、ね、で、まあストリート今日やったんですけど、はい、先々週か、地元の駅でもやったんですよね。そうです、隅田川駅、隅田川駅で、その時は止められたんですよね、最終的に。そうなんですよ、ね、警察の方に、ポリスメンの方に、はい、うん、それもまあ結構やっぱ地元でやってるっていうのは珍しいから、結構その時はみんな見てくれるんですよね。そうです、反応いいんですよ、泣いてる方もいてます。そう、女の方でも、ね、歌ってる時に泣いてて、彼がもう優しいんで、すぐもうフォロー行って、そう、慰めてチラシ渡して、チラシ渡してね、はい、ちゃっかりチラシ渡して楽しかったね、また、ね、やりたいなと思ってるんで、やっぱその新しいお客さんがかなり多くなってくるので、うん、ライブとはまた違うような、そうなんですよ、いつもやってるライブとおもろい、室内と外はこんだけ違うんやな、でもよう歌ってる方じゃないですかね。金金音が金
ジジイみたいな。ジジイよな。最近どうですか、なんかハーフとか。まあ結構多分3週間ぐらい空いたんちゃいますね。そうです、うん、あのお前の放送から4週1ヶ月空いてないね。3週間ぐらいは多分変化ですか。変化はね、ラジオ番組晴れ時々ラピスが、週2週4に固定しました。それぐらい個人的な個人的なあれを言う、個人的 な, なんか個人的な、ね、おもろくなったんだけど、なんか最近ね、なんかね、多分カズヤファン、カズヤファンは聞きたいの、なんか、なんかどう過ごしてたのかとか。家で昔、お友達がギターをしてて、はあはあ、もうすげえみたいな。で、お弾くから、お前歌ってくれみたいな。全然歌うでって言ってたんですけど、その、ラピス結成するもっと前。ああ、もう、全然上手くない。その時に言ってた友達が、うん、もう邪魔やから、ギターあげると思う。くれたんや。くれたんですよ。でそれでその最近ね、あの引っ越ししてからも全然出してなくて、ああそれで久々にこう、あギターや弾きたい。で二人がね結構あの路上コードをこう別コードで僕が仕事の時にこうやってるから、あギターはいいなみたいな。ギターはいいっすよね。でステッカーを貼って、いっちゃうラビスのね、ラビスのステッカーを貼って持ってるんですけど、まあ弾けない、音合ってないみたいな弦買わなあかんみたいな考えなんで、まず右利きみたいな。そうなんです。左利きなんで、左用に張り替えなあかん。あーね、そうなんです。ギターあるけど弾いてない。そうです。ぜひあの教えてあげてください。欲しいです。はい、俺ね、そう教えましょうか。教えてほしいです。全然で、またね、そのかけるくんの前、前回持ってきた弾いてたギターとはまたサイズが全然違うんですよ。ちっちゃい、めちゃめちゃちっちゃくて、おレディースサイズになるんだ。そんなんあるけ、よくわかんないで。も初めて聞いた。もうまあ、ね、ちっちゃいサイズはあると思う。そうなんです。なんかそのね、ボディによって、うんうん、まあ薄いっていうかな、大きさは一緒ちゃいますよ多分、その弦のね、ですか、ね、長さは一緒で、ボディが多分ちっちゃい、ここがちっちゃい。その体がその当時、今も太ってきたんですけど、うん、その当時はガリガリだったから、誰がでもや、その当時はこう、そのでっかい方はちょっと高い、なるほどね、切れないかなっていうので、まあ、10代の頃は体もちっちゃいですから、そうです。ギターが大きく感じるわけですよね。そうです。ギターを手に入れたということで、はい、まあ、そのうち、ギターをピラー。あろう、ヒラーって、披露してもらいましょう。ヒラーしてもらいましょう。ヒラーしますよ。披露してもらいましょう。ね、してもらいましょう。もう期待しててください。楽しみや。はい。カズヤファンの皆さん、期待しててください。聞かせます。目標は、ラピスの曲を1曲、お弾けるように。結構難しいよ。そうなんよ。難しい。また、そう、作ってる方が、ピアノで作ってるから、はいはいはい、コードがものすごいなんか、複雑。そこでそういくのみたいな。あるんですよ。だからギターでは僕も1曲しか弾けない。なるほど。じゃあちょっと変更して、ユーズ10曲ぐらいから始める。めちゃめちゃ弱気で。そのね、その当時は、うん、友達とかスピッツとかをやるのは結構いい、ね、楽ではないんですけど、まあ、コードが楽っていうか、まあなんかこうあまりバレーコードのイメージがないからC とか G とかね。まあまあまあ全然。そうですね。いいっすよ。今何分ぐらいですかね。OK です。もうね、もうあと山ほど喋りたいことあるんですけど。そうです、ありますね。確かに全然喋ってないですけど、ちょっとゲストを今日はお招きしてるんで、はい、ちょっと俺移動しますね。はいはい、あのラピスフラワーレコードっていうのはまあやってるわけなんですけど、はい、そこからね、あの今回2月にアルバムが出たということで、そうです、呼びましょうか。呼びましょう。平野智晴くんです。どうだった。えぇ、ーあれは CD はある。あ、OK。 お、そうなんですよね。ありますね。
ポケットに入れて大丈夫。ちょ、もう壊れるんじゃん。来たー、来ましたよ。来ましたよ、これ。これちょっと見せに行こうか、これ。出来上がったんですよ。はい、僕今日初めて拝見しますよ。見る見る。ほんでこれ地元のね駅ってことで住の駅。あ、そうそう、ね、撮りましたね。ほんで最近僕はまあラピスと並行して平野君とストリートしたり、そうですね、ライブ出たりしてますよ。この間も寝屋川のねヴィンテージで、あ、出ましたね。出ましたよ。まさかのね鳥やったっていう。そう、鳥やった、鳥やった。なんでみたいな。なんで鳥やし、いきなり俺もなんか飛び出て歌うしみたいな。まあでもアットホームな、はい、あれでね、すごい楽しかったね。もうお客さん、うん、何人やろみたいな。しっかりしとるな。しっかりしてるでしょ。ここですよ、俺ら何もしてん。何もしてん。ちゃんとねラピスフラワーレコードちゃんと入ってる。そうなんですよ、ロゴはねちゃんと入るんで。気ままな歌いやん。そう、ね、まあ平野くんはまあ、うん、昔からねもう音楽しててやってますね。まあね、まあ俺らもそうなんですけど、まあ僕らよりね歌うまい人なんかね何ぼでもいますし、すごい人は何ぼでもいますしね、その中で何ができるかみたいなね。そうです、僕には何ができるだろうかみたいな。なんか聞いたことあるフレーズ。そう、俺こう平野くんのあれ見て、プロフィールっていうかチラシみたいなの見て書いてたから、いいやみたいな、これええやみたいな、あれやれと思って、それをね、こう歌って頑張ってるんですよね。そう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 、いいでしょこれ。いいです。相撲山歴今日もね。そうそうそう、僕ね、見たことあるような風景。じゃあこのベンチ、このベンチ。はいはいはい、そうでしょ。ちゃんとハートも映ってます。そう、これをね、相方ですよね。相方。ぜひ。すごいな。どうでした撮影？撮影が緊張したね。ああ、した。まあ初めてです。初めてやから。ああ、そっか。そうそうそう。写真ってだって、うん、友達同士でこうやってイエーイって撮るぐらいだから。ちょっとなんかスマしてみたいな。そうなんだ。いざカメラ向けられる。どうしたよ。どうしたよ。どうしたよ。なるほど。懐かしいでしょ。懐かしい。僕もそんな時期あったんで。それが、V とかになったら余計に緊張するんですよ。そうですね、動画になったら。もうなんかね、もう気になってしゃあない。この辺。8割方変顔してる。ね、引きつってるみたいな笑顔。ちなみに、はい、おすすめの曲とかはあるんですか？お、それ聞きたいですね。そうなんですよ、ちょっとね。これはね、やっぱり、五国の最後の流れ木っていうか、流れ木、ね、ライブとかで絶対最後で歌う歌なんですけど、なんかどんな思いがあるとか、なんかどんな歌詞であるとか、なんかもうタイトル通りこう流れる木をちょっと見てた時に、ぼーっと見てて、あ、この木は多分後ろには戻られへんやろなと思って、あ、そういう思いを込めて僕たちは前に進んでいくことしかできひんよっていう、なるほど、ね、歌うとなんかしらんけど、もうその時だけどめっちゃ盛り上がる。そう、この前もね、俺弾いて、ギター弾いて、平野くんが、まあ、歌うでね、最後盛り上げて帰ってたんですけど、うん、結構いいね。へぇ、僕なんか一番好きな流れ弾いてね。他の曲は教えません。ちなみに、ちなみに、はい、2曲目の一方通行の声っていうのは、まあ、一緒にこう高校の時やってた頃からあるんですよ。え、一番最初に作った歌ですね。そう、え、だから俺これ弾けるもん。弾けるし、歌えるし、歌える歌える、てか俺歌ったよね。すごい。歌った。え、じゃあ、僕がここの商店街で一回見た時、時期ぐらいと思う。はもうできてたはず。できてて、できてた、まあ、初期ですもん。初期、初期やから一番最初に作った初号機や。すごい。で、流れ木っていうのが一番最新の曲で、あ、それをどうしても同じ作品に載せたくて。なるほど、いいんすよ。卒業シーズンやし。そう、卒業まで、ね、4曲目ね。流れていけばいいんちゃうかみたいな。ねえ。やるね、卒業ね。これは結構気に入ってたんですよね、アレンジ。ピアノのやつですね。ピアノの弾き方、ピアノのレオン氏のピアノが。なるほど。歌いながらカラオケとかで、
まあ、練習してて、歌いながらも泣きそうになってくる。レコーディングの時も歌って、声確認する時に、ネオさん、これちょっと泣きそうですね。まだやめてやって言われて。もう泣いてもいいから、ちゃんと終わってからにしてみたいな。まだあかんで。まだあかんでから、撮ってからね。ちゃんと撮ってから。序盤ぐらいで撮ったわけですよ。卒業の舞台で。やば。俺まだ聴いてないんですよ、ちゃんと。全部ですか？曲はまあ、知ってはいるんですよ。カラオケで何回かね、歌ってるの聞いたから。いいですよ、これ。楽しかったね。ね、楽しかった。やったよね。そう、あの青春の記憶を呼び戻してくれる。なんかこう、懐かしい感じのね。懐かしい。パッケージがね、ちょっと落ち着くんですよね。見てたら。セピア用っぽい感じ。次のラピスのアルバムもセピア用で。いきますか。完全夏に出すようです。すげえ。セピア色。いいすごいな。なんかマイブームありますね。マイブーム。俺なんかありますね。今出てますね。お。写真ね。すごいすごい。これこれこれ、ね、ジャケット。スノードキ。スノードキね。スノードステーション。ステーション。ステーション。英語だけだね。そう最近なんかチキンラーメン、チキンラーメン、バリ好きなんだよ。バリ好きですね。まあ最近ではないか、ずっと。チキンラーメンは強いね。チキンラーメンの思い出とか。思い出？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 チキンラーメンの思い出とか。いや、いろんな食文化にしても、はい、最近いろんなものが出てきたりする中、はい、チキンラーメンっていうのはもうずっと変わらず、あの味を守り続けてる、この揺るぎない強さっていうのは確かに計り知れへんなと。ラーメンぐらいちゃいます？なんか。開けて麺だけ入ってるやつ。なんかもうそのまま食べれるみたいな。ほんで粉スープとか液体スープとか大体ついてるじゃないですか。お湯入れるだけっていう。知ってます？最近食べてないでしょ。チキンラーメン。チキンラーメン食べてない。食べてないでしょ。あれね、袋開けてあれか、あれ言っていい先に。ちょっと先に言ってわからへん。当たってるかわからへんけど、それ言ったら俺の振りなくなる。オッケーオッケー、いいよ。それをね、はいはい、開けて、うん、するとそのこう平らなところが真ん中がボコッと開いてるんですよ。ああ、へこんでるんですよ。あれもしかしてあれか、やっぱ知ってた。受けるやつ。そう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 、卵オッケー、卵オッケーみたいな。知ってんのかい。知ってんのかい。ひねりにひねってした。知ってる知ってる。いつからだよ。分かんないけど。卵オッケーは、はい。それが進化してて、うわ強いなみたいな。だからつけて、うん、卵入れて、うん、それで出来上がるみたいな。そう。あのシンプルさね。シンプルイズベストですね。シンプルすごいよね。なんか結構2人で。なんかこういうことをずっと喋る番組をしたいなって言ってて、一回カラオケで撮ってたんですよ、デジカメで。なら途中で充電切れて撮れてなかったんですよ。その時にチキンラーメンの話しててじゃもう一回聞きたいなと思って。ああ、なるほど。掘り出したんですね。掘り出したんです。なるほど。はい、チキンラーメンか。チキンラーメン、僕仕事場でね、はい、お気に入りのうどんがあって、うん、そのうどんプラスチキンラーメンで2個食いしてました。メンメンみたいな。メンメンみたいな。じゃあこんな体に。炭水化物やろう。そうですね。なっちゃん、なっちゃん、なっちゃったなっちゃったんですね。なっちゃった。カミカミやん。でね、平野君いよいよ CD でできて、なんか今後の僕に言おうと思ったなんかあれ今後の目標というか、やる、なんかやりたいこととか、これから先に、今年もまだあと多分、多分というか、9ヶ月ぐらいあるんですけど、なんかまあ、どんどんストーリーとかやっていきたいと思いますし、はい、で、まあ、本を値上がり見ていたんで、デコ発的なものもやれへん、そうですね、本もかかってるし、やりましたね、企画も考えていかなかったんで、精力的に、京都の方のところも新しくなんか、場所が変わって、新しい4月から新しくなるって言って、そこもちょっと行ってみなあかんし。どんどん広がってカフェとゴスペルが新しくなって、ゴスペルカレーっていうのはなくなっちゃうんですけど、あらららあららら。でもじゃあ今行っても食べられへん。今まだ3月まではやってるんで。なるほど。今のうち行きましょう。ゴスペルカレー、もうゴスペルカレーって想像つかないですよね。もうすごい。俺ら想像ついてるのは
カレーがゴスペルで歌うみたいな。もうあらゆる具材が歌ってるみたいな。歌ってるみたいな。え、なんかこう乗ってくるみたいな。もうポポコなってる。これは熱すぎるな。サラがもうポコポコポコ歌ってるぜ。ゴスペルカレー。想像つかないですね。想像つかない。バビン店さんで。あとはラピスもね、なんかおもろい企画とかあればやりたいですよね。やりたいですね、うん、で逆にだから、うん、僕らいつもお世話になってる深井橋アンプルスターとかも全然出たらいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、またこう話聞きますわ、うんうん、ね、こう広げていいっていう、はあ、そうですよ、いいとこですよ、めちゃめちゃいい人ばっかりで、割と歌いやすいですよね、弾き語りやったら音もいいし、うん、怖いね、鶴見の方で、そう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 、鶴見の方で、ね、初ストリートやりましたね、やりましたよ、絡まれました、仕事中です仕事中です、仕事中、相方仕事中、絡まれましたね、中学生、中学生若いね、ね、やばいですよ、打ち合わせてこんにちは元気元気やったらこの輪の中にめっちゃ入ってくる歌っててもこの辺いますからね、やばい、この関係あれへんみたいな、一線超えてくるの後ろにおるみたいな、え、これどうやってやってんのみたいな、すげえな、いるいるゴールデンボンバーちゃんみたいな、何人ぐらいぐんという7、8ぐらい、そんなに、で最後なんかそう、最後はもうめっちゃおった、帰り間際俺もパズドラをやってて、そうそうそう、ギター片付けてパズドラやってて、一曲なんかで、俺そう池の方にパズドラ立ってて、後ろはこうね、こっち向けてパズドラやってて、そう帰ろうかみたいな、でも一番歌い終わって二番歌おうかってなんか振り向いたらぶっちゃおったんですよ、22月だよ、22月だよ、あれちょっとびっくりしたよ、どこにおったみたいな、聞いてたみたいな、どこから聞いてたみたいな、すごいな、あれはびっくりしたね、あれびっくりしたパズドラもやめたもんね。閉じたもん。ゲームやめて。閉じたもん。うわみたいな。でその後もう一曲歌ってるよ。その後何曲歌ったっけね。もう一曲だけ歌ったね。あのバラード。あ、ステイス。ソロの曲も。そうそうそう、ね、歌いましたね。ここでチラシを出して。ね。でまたなんか。一人ね、LINE 友達になったんでね。そう。へえ。もう歌が好きでね。ギターをやり始めた少年が、うん、そう、男の子で歌いなよみたいな、そう、弾いちゃいなよって歌いなよ、弾いちゃいなよって無理やり歌ったんですか、歌った、歌った、すごいでしょ、中学2年生でもうそういう舞台めっちゃ緊張してて、そう、もう俺は結構あの意地悪なんで歌いいみたいな、そう、やりたい、俺一緒に歌わせて歌うのって、はいはい、言って一緒に歌わせて、俺一緒に歌ってなかったですよ、なんか違うとこ行ってるけど、お前食えんのって、俺こっちの方が楽しいって相当音楽好きなんですね、だからもうあれはちょっと楽しかったね、なんかもう何年後かにこうクラってライブ遊んでたら、あ、おるみたいなになってたら面白いね、あの時のみたいな、ちょっと僕も今ライブ遊んでやってるんですよ、俺なったらいいなみたいな、そういう出会いとかやっぱり大事にしていきたいと思うね、さすがに Facebook はちょっとやってなかったんですよ、中学生でしょ、それはやってたもん、マセガキですよ、そう、LINE やったらやってるけどみたいな、LINE よみたいな、なんかあったら聞いといてみたいな感じでね、交換したら楽しかったね、楽しかったですね、そこ行った瞬間も声かけられましたけどねちょっともうちょい静かにしてみたいな、あ、そう、やっぱりそう、やっぱお昼はそういうのはありそうですね、やっぱ散歩したりしてる人も多いから、ある程度もう人がおらんくなったらもう何も言わんかったけどね、相当でかかったみたいですね、俺歌ってる時ちょっと聞いてたけどでかっでかっ楽しかった、楽しかったね、またね、やっぱどんどんいろんなところで、そうですね、やっていきたいです、まあいろんなところで歌ってもやっぱ聴いてくれる人はどこで歌っても一緒やなってほんまに、うん、思いますね、まあこれはやっぱいいですよね、元気もらいました、中学生はやっぱ若いです、若かったわ、全然会話噛み合えへんね、あいつ最近何やってんのみたいな、なんとかって何それ何それ何それみたいな、何それって言ってるって言ったら俺知らんみたいなそこでシーンみたいなやばみたいな、そう、流行ってるものも全然違う、全然違うっすね、時代は変わる、そう、ほんでびっくりしたのがスマップを歌ってたんですよね、これそう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 、もうライオンハートとか有名曲です、うん、知らんみたいな、夜空の向こうで、あ、なんか寂しってるみたいな、そう、
バカ野郎と確かにバカ野郎そうやんスマップそうやんって思いましたねみたいな知ってるこの曲って言ったら僕はなんとなく知ってるかな恐るべき平成みたいなほんまに12歳とかですから13、13、4、うん、それぐらいですね、今何分ぐらい出しましたでしょうか30分お、まだ全然大丈夫じゃないですかロロはこれからですまだ30分、俺も結構もう終わりかなと思って意外に今日そのストリートで喋りすぎてるから、うん、逆に時間がそうなってるんだな、まあ、そう確かにね思ったよりは2個ぐらいしか喋ってない、ね、ストリートストリートほんまに今日はなんかそうコーナーとかあるこれあおこれですよできたんですラピスの新しいチラシができましたはいんそうなんですよこれ前のやつすごいでしょこれいいでしょちゃんと裏もあるんですよねおおうん、前回のやつがね前回のやつを並べてどっちがいい新しいのがいいでしょ新しいのがね、うん、分かるかな分かる分かるなんかすごいですよね似てますよね似てますね、はあ、で今日は結構ね多分何枚配れたのか分かんないですけど結構ね50ぐらいは、まあ、50ぐらいはね取ってくれたんちゃうかなと。いいね。そうカラーで。そうですね。うん、まあヒラル君まだ作りたいときは言ってくれたら、うん。もう自分で作ったの白黒やからね。ね。セピアに白黒。黒意識だよね。まあいいに越したことはないでね。別に両面する必要性もないですし、まあ俺らは結構ね、あの掘りたい。そうそう。フラワーレコードでの伝えたいこととラピスで伝えたいことがあるんで、まあ両面。買ったわけなんですけど、うん、チラシ作りたい人がいたらラピスに問い合わせてもらったら音楽じゃなくてもいいんですよそうっすよあの飲食店なり、うんまあ、花屋さんとかでもいいですし、うん、あでも全然いけます、ね、スーパーのチラシでもね、ね全然いけるんで、うん、片面サイズもうね何でも適用できるんで、うん、そうです、ね、まあポスターとかでも作れますしはい、はい、もう野崎さんの商店街のポスター作りたかったら山田さんうちに言ってくれたらはいちょっと詐欺的な値段でちょっとさせてもらおうまあそうですけど定価の5倍でねっこれ CD いくらでしたっけ山田さんが買うとしたらいくらでしたっけこれ6万ぐらい6万ぐらい6万らしい6万まだあとで山田さん6万3000円請求をちょっと立てようかなとでもね実際は国で2000円そうっす国局で2000円2000円ひなので売ってます2000円ひなはい、まあね、いろいろあるわけなんですけどアルバムも発売したということではい精力的にね、はい、とやっていこうかなと野崎大投手をちょっと盛り上げていきたいなとです ねもうライブの時にはこの野崎ちゃん T がそうそうそう、来てたんですよ毎回来てるからねそうですねすごいっすよ見ました見たびっくりしたよもう毎回そう、この前も来ててん俺それ知らんくてあ、来てなかったんじゃそう、来てなかったよあもう浮気やな野崎ちゃん、野崎ちゃん T シャツ来てるやと思ってあ、え、嘘みたいな来すぎて、ちょっとなんか色褪せてきてる色褪せてきてるなんか視力感が出てたもんちょっとハゲてきてたしそう野崎ちゃんのメイクが崩れてきてたよね顔が寝巻きにはしてないでしょしてないしてないもうライブの時しか来てないへぇ何枚かちょっとまだこうそうですね、ストックいただけたら購入しとかなかったかな彼はほんまに宣伝してくれてるんで、はい、僕ら1回限りかなそう、1回のここで1回と2回か2回あれですね、毎回ほんまにほんまに手に当たってびっくりして結構だって嫌がらせ人多いと思いますよねライブってやっぱりかっこよく降りたいとかそう、多分そういう人が多いと思うんですけど関係ないですもんね楽しくね山田さん嬉しい共演者の人にちょっといじられたり2位じゃダメなんですかってこの声優が面白くてなんすかそれってなるほど2位でもいいですよと山田さんも絶対興味ないですもんねもう次のこと言ってますからね絶対次のこと言ってますね、はい、最近なんか
あります？平野くんなんかアバウトっすね。マイブームとか。マクサ消えた。チキンラーメンぐらい。チキンラーメンぐらい。あ、この間一緒にあれ行きましたね。ラーメン。ラーメン行けなかったね。夢屋台。出た。夢屋台。行った。出た夢。その二人とワタヒね。いや、ほんまに美味しいんですよ。うますぎたね。うますぎて、チャーシューご飯2個、ね、そう、2回分しかも大盛りで結構ね、僕1回食べた時めっちゃちっちゃかったんですよ、ちっちゃい方ちっちゃい、確かにもう1個大きくでも良かったかなっていう、まあ、大盛りして、その後もう1回食べたからうますぎるってそうで、卵入れたらどうなんだよって言い出してじゃあやってみるわみたいな、今食うみたいな熱いじゃないみたいなラーメン、丼みたいなもう食べてね、卵ありやわ。卵ありね。卵ありやわ。全卵じゃなく、卵黄だけ。卵黄だけの。おすすめですね。チキンだけに。あんまり。チキンだけに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 。僕はまあ、あ、平野くんもね、誕生日を2月やったんですね。あ、2月なんですか。そう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 。誕生日、なんか祝った。何にも言わない。誕生日にこのアルバム発売したら言うてるのに何にも結構ありませんけど、でも前日ちょうどライブやってで、そのスタッフさんが気を利かしてくれはってサプライズのケーキを、すごいすげえ。それはちょっと嬉しかったです。それは前々から知ってたみたいな。なんかミクシーとかで繋がってるから多分誕生日告知されたよね。明日は誰だよ。それすごい。あ、なんか朝誕生日なんですよみたいな言ったわけじゃない。カレンダーみたいなんでしょ。多分それ結構僕も送られてくるんですけど、あのなんか追加してくださいみたいな。やり方は分かんない。あ、確かにね。どうやったのに。なんかしかもダウンロードせなかった。それはちょっと嬉しかったね。いや、それ嬉しいっすね。沖縄料理の店に行ってきたんですよ。来ましたね。ブルマホテルとか。この辺は、いや、大正区ってのです。大阪市。大阪市。大阪市大正ね。大正区。大阪市大正区。で、ブルマホテルってとこに行って、ちょっと三振やりたくなりましたね。なるほど。うん。シャンゼンとか。かっこいいじゃないですか。で、俺ら歌ったんですね。飛び入りで、歌わされたんだな。そう。もう歌えみたいな感じで。4回ぐらい歌ったんだ。そう。で、エラピースの曲を歌った。いやいや、全然なんか、四万十の宝とか、長そうそうとか、そういうね。あ、それが弾いてくれはるから、そうそうそう。歌詞もあるから、そう。あ、いいやん。でもまあ、俺は割とそういう歌聞いてたんですけど、彼が、全然そんな聞かないんで。まあ、感じだよ。いやー、知ってるよみたいな。あの、BKM のあの、あの遅れてついてくるみたいな感じで、パート分けもしてないのに、もう自分が分からんところは彼よ、みたいな。置いて、みたいな。どうぞ。聞いてるよ、みたいな。そういうことで、いいでしょ。今度行きますか。いろいろ話してるわ、今もう。今からは。まさにあのね、もずくの唐揚げあ、やばかったです。頼みすぎて食べきれなかった。ダメなやつ。周りにバリアさんがいっぱいいて、で、お酒とかも誕生日なんでね、こう、ハッピーバースデーってプレゼントされて、まあでも、動画きついから25度とかやから、沖縄のお酒、青森県あるんだけど、ちびちびの僕は、彼は飲めないんで、全くね、コーラとか、そうで、まあ、お酒いただいて、またね、行きたいなって思うんですけどね、これも、予約とかいらないと思うんですよね。俺ら行った時はもう、少なかったから、ビップ対応で。ビーフ大根で、もう通路で友達ができたの。通路で友達。通路で。もうそれで通路でもう喋ってるみたいな。ケーキ食べながら喋ってる。もう一緒に食べてくださいみたいな。
Facebook も友達なんで、こういう出会いっていいなみたいな。いいでしょ、行きましょう。行こう。ほんまに。もう、いいっすね、ほんま、音楽はね。最近ちょっと、そういう、結構休みが増えて、音楽に関わる時間が増えて、ね。次また火曜、12日も休みなんで、どっかストリートに出かけようかなっていう。で、ヒーローも休み。12月正体ね。12日も。残念。Facebook でね、また、自分を。結構どこ行こうか今ねちょっと考えてる最中なんですけど、どこする、どこがいいですか、皆様の意見を、うん、ね、山田さんどこがいいですかね。金曜日はもう梅田って決まってるね。そうなんです、金曜日はまあ梅田で、だから違うとこ行ってる。似た似た山田さん、この奥で、森田の奥でニヤニヤします。ニヤニヤしてもう脂かいてね。三宮だ。ああ、いいですね。それを考えてたんですよ。三宮ね、ほんまに。三宮は。そう、三宮って言って、それって言ったから、おってなった。それ拾ってあげて。おお。おおでしょ、なったから。ですよね、三宮。三宮、いいですね。いいよ。三宮、いいよ。15で。もう、だいぶ、そう、三宮で、昔やってたんですよ。三宮でね、ソロの時ですか。そう。あ、そうなんですか。そう、あの機材をちゃんと持ち込んでチームみたいな感じで5組ぐらいで 2,30 分ずつ歌うみたいなこうやってたんですよ。その時三宮にようお邪魔してて、そう、また行きたいなと思って。で、三宮の人たちはもうおしゃれでね、何ちょっと優しい、まあ、大阪が優しくないとかじゃないですけど、ちょっと押したいかな感じ。しっとりか、しつつしたから。その時どこやったっけ。三宮の兵庫県か。いい、ね、どこやったっけ。分からず三宮やる。ちょっと天然が、天然がかまかまおさん、おさん天然なんで。あ、あとあれじゃないですか、ライブ情報もゆうとさん行ってます。おライブ情報、あの3月15日に。あ、それは言っとった方がいいかな。どうだね。3月15日に、はい、心斎橋の、あ、場所はまあちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、ごちゃごちゃしてるんですけど、 Facebook とかに載せるんですけど、うん、載せるんですけど、丸いもの研究会ってね、うん、感じで、まあ、食べたり飲んだりしながら歌も、そう、パーティーみたいな、混ぜに混ぜつつ、うん、ね、で融合ですね、融合、そう、融合で音楽とパーティーと、うん、で大事なのが、まあ、招待制というか、だからその関係者に、まあ、僕らとかそのやってくださる人らに行きますと前もって言わないとちょっと来れないんで、うん、そうなんです。ラビスにご連絡いただければ、そうです、ね、フェイスブックとかも参加できるんで、はい、よかったら来てください。もうウェイターの確保するもん、これちゃんとあの、ね、コースを着てこうサロン巻いて、そうです、そうなんです。で、そのままで歌います。たこ焼き焼きながら、そう、頑張るね、たこ焼き。まあ、ね、そろそろね、はい、時間が来てるんで、ね、そろそろ、はい、終わりましょうかね。そうですね、また次は第4金曜日というところで、はい、はい、ラジオ放送、20回目になるのかな、次は、次20回目ですね、はい、はい、また見てください。はい、はい、そんな感じでいきましょうか、ね、じゃあ今日は平野くんに締めてもらおうかな。そうですね、うぃバイ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 みたいな。じゃあ、もう普通にバイバイ、もう全然いいですか。バイ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 。